ええ、でどうだって言ったら10人が10人大丈夫だって言いますよ。やはり交代ですかね。そうですね、まあ、ピッチャーの中には木田のところにも丸が打っておりますので、木田はリリーフ体制にあります。しかし落合の今のうちに行く姿からすればですね、はい、あそこで強い球をガンと来られるとですね、一番でバントヒットを狙って失敗したんで思い切って振ることだけを考えたそうです。あ、そうですか。それからね、はい、1回中途半端好ゲームです。名古屋球場の中日巨人の12回戦コースギリギリになったが 2-3 終わりまして2対2の同点です。あーギリギリとバッターボックスの落合、ちょっとバッティングの方が下降線をたどっております。これはマンガー空振りの三振です。2者連続の三振だってそのくらいの気持ちでね振ってほしいんですよね。あー三振、また当然のごとく代打の水野、もう2アウトです。ど真ん中見逃し。